はい、それでは記者会見を始めます。まずはじめに、政倫審が動いていて、これは衆議院の政倫審は44人対象、参議院は29人、野党は要求です。でこれに関しては、参議院の方は20日までに、対象者の出欠意向を確認するということで、これは全会一致でそれぞれ政倫審やっているわけです。でもですね、これはですね、これ一体、このもしですね、一人残らず政倫審に出席しないということであればですね、これはまさに組織ぐるみでも出ないということで極めて問題だと思います。今まさに政治改革、政治資金規正法やいろいろどうするのかということが大変問題になっていますけれども、まず事実解明が本当に重要で、衆議院が44人の審査を議決、参議院は改めて29人要求という中で、自民党の裏金議員と言われる人たちはしっかり説明をすべきだというふうに思います。そして本日15日、自民党は、公明党はその政治資金の問題に関して、共通案を出すと言われています。ただ公明党の側は新聞報道などによると、別に自民党と一緒に出す部分と公明党独自で出す部分とあるのではないかとも言われています。どういうことでしょうか。というのは自民党の案がポンコツだというかですね、自民党の案が全くダメだということではないでしょうか。で政治資金パーティーで10万円以上はその公開をするとか、公開の限度10万円なのか20万円なのか、10万円以上だったら出すとか言われていますが、いやそれじゃないでしょうと。ポイントは企業団体献金を禁止する、それから政治資金パーティーはもうやめると、臭いものは元から立たなきゃダメっていうので、お金が流入していって、そして大企業や大スポンサーのために政治をやることをやめなければなりません。これはもうずっと企業団体献金やめましょうというふうに言われていて、ですからもうこれはやめるべきだというふうに考えています。私は全くその正式パーティーではなくって、いろんな人が会費制でパーティーを、本当実質的なパーティーをやるとかですね、それなら本当にいいというふうに思っています。でも要するにお金を出す、という、お金をとにかく出す、そしてそれをスポンサーとしてその人たちのために政治をやるという、まさに企業団体献金をこれ禁止しなければ、もう政治とお金の問題は解決しません。自民党が自民党の自民党による自民党のための大企業のための政治は変わりません。ですから企業団体献金の禁止と、それから政治資金パーティーの禁止、これをやらなければならないと考えています。で裏金問題の裏でまさにいろんな法案が成立をしています。先日はセキュリティクリアランス法、経済秘密保護法が本当に残念ながら成立をしました。社民党はこれに賛成できません。それから、今この間衆議院で、まさに、次期戦闘機についての、まさに、協議をする機関の設置の条例案が、次期戦闘機の条約ですね、これが衆議院を通過をいたしました。日本とイギリスとイタリアで共同開発機関を設立するというものです。これにも社民党は賛成できません。反対です。海外に武器を売る、武器の本当に研究開発をするということで、海外に武器を売らない国であった日本が武器を売って金儲けという血の商人国家になると、で海外に武器を売る共同研究に反対ですから、日本とイギリスとイタリアで共同開発機関を設置する条約案、これにも賛成できません。反対です。で参議院の法務委員会で現在民法改正案、共同親権が議論になっています。これはですね、共同親権一般については
私はこれはあっていいと思っています。しかしこの法案は欠陥法案です。これは自民党の古書委員もですね、なども参議院の法務委員会でやはりこれは問題があるんじゃないかと、こういう点どうかという質問を実は与党がしているんですね。問題点の第一は共同親権を決定するにあたって非同意強制共同親権を裁判所が命することができるというものです。そんなことしたらですね、結局仲が悪くて決められないというか、私は嫌だっていう人が一方にいるのに無理やりに共同親権にすれば、これは重要事項の決定権を両方が持つわけですから決められないという事情になります。例えば修学旅行に行くのに、パスポートが必要だと、これも実は共同親権だったら両方の合意が必要です。でも一方でやろうとしても、もう一方の例えば別居親が、パスポートを出さないでくれとその事務所に言えばですね、もうパスポートは出ません、修学旅行に行けない、家庭裁判所でパスポートを出すことがいいかどうかという議論をしない限りはこれは出ないんですね。それから離婚した後、まあ、95% 女性の側が姓を変えているので、お母さんが自分旧姓に戻ると、そしたら一緒に暮らしている子どもも例えば福島と同じ姓にしましょうと、まあ、思うとします。で今は単独親権ですから、家庭裁判所にもううちの子の氏の変更の申し立て、民法791条にあれば、子は父または母と氏を異にする場合には氏の変更ができるという条文に基づいて、ほぼほぼ同居していれば子どもの氏は変更できます。しかし別居親、共同親権者である別居親がダメって言ったらですね、これできないんですよ。いつまでたっても名前を変えられない。でこれは家庭裁判所に行くしかないんですね。またお母さんが、お父さんでもいいんですが、お母さんが再婚もします。で子供を養子縁組にその人とするっていう時に、別居親である共同親権者が反対、なんだそんな新しい男の、養子縁組なんて俺は許さないって言ったらですね、これもダメになります。家庭裁判所に行って延々争わなくちゃいけないんですね。それからその単独行為でできる場合と共同親権でできる場合が、てかたくさんある事象の中でグレーゾーンなんです。例えば髪を染める、これは単独親権だけれども、髪を染めてはいけないという拘束がある場合には、髪を染めると退学処分になる可能性がある。だからこれは共同親権の対象です。と髪を染める、まあ、茶髪にするとかですね、そういうのがパーマをかけるとかですね、まあ、高校生が、少し茶髪にしたい、こういうのもですね、一体これ単独親権でやれるのか、いや共同親権なのか、いや拘束にあるけれど、まあ、退学まではならないんじゃないかとかですね、もう本当にグレーゾーンがわからない。でもこれ家庭裁判所に子どもの髪を染めることについて親権者間で決着がつかないので決めてくださいって言われてもですね、何でもかんでも家庭裁判所に持ち込んで決めることができるんでしょうか。私はこれはですね、両方が話し合いができる、協議ができるって言うんだったら、あの嫌だとか、あるいは裁判でお前が単独親権でやりやがってって言ったこと悪いですね、勝手にやってっていうので訴えるっていうようなことは両方が一応納得していれば起きにくいと思うんですね。どうかしらって話をすればいいわけですから、ですからやっぱり両方の合意がない共同親権、強制共同親権はやめた方がいいと思っています。つまり乱訴とか裁判を起こすとか、もういろんなことがしょっちゅう家庭裁判所で協議をしなくちゃいけない、裁判官が決定するというふうにならなくちゃいけないというふうになるので、これを、まあ、いちいち全部やるためにはですね、いや子どもの進学が決まらない、子どもの医療が決まらない、修学旅行に行けない、引っ越しができない、いじめにあってて引っ越したいけれど学校変わることも、隣のアパートに引っ越すこともこれ挙手指定権ですから、共同親権だったら勝手にできないんですね。だけどこれもある程度話ができる関係だったらクリアできると思います。問題は勝手にやっちゃ許さないっていうような形の時に共同親権が強制されている時が問題なんです。ですから
強制共同親権、同意がない場合の共同親権は認めないというふうにして、あとは割と話し合いや、まあ、もちろん面会交流、それから養育費の取り立てなどはちゃんとやっていくっていう中での親権の問題の解決をすべきだと思います。でないと、とっても話ができない仲が悪い、一字が万事、一字が万事、一字が万事、一方はいい、一方はダメっていうので繰り返してやってるような状況は、実は子どもの利益にも反する。すべてについて、子どもを巻き込んで家庭裁判所で議論し決定するっていうのは、やっぱり子どもの利益にも反すると思っています。何が言いたいか、共同親権一般をやめろって言ってるのではありません。うまくいくところはうまくいっていいし、問題がありません。ただ今の法律は極めて問題がある。で、質問している中で結構確認答弁が取れているところ、急迫の事情は双方がいさかいや感情的な紛争があって決められない場合も入ると言っているので、別に時間の問題ではない。いろんなそういういさかいなどあって決められない場合も急迫の事情だと大臣は答弁してくれました。しかし条文は急迫の事情なので、現場の裁判所がそう判断するか分かりません。何が言いたいか、修正が必要だと思っています。問題が起きないように、これ民法改正案修正をすべきだと考えています。あと地方自治法の改悪法は、政府が命ずれ地方自治体に一般的に命ずることができる、これは政府と自治体が対等であるということを壊してしまいます。その意味でまさにこの法案にも反対ですし、声を上げていきます。育成支援法、これ、永住者が例えば高速効果を払わないとか問題がある場合には取り消しができるっていうのも入っています。これ本当に問題で、いや常時携帯義務してないでしょうとか、お金がなくて払えないとかですね、いろんな事情があるときに、これで永住権を取り消すことができるっていうふうにすることは本当に問題があると思っています。各々作用に国会に出ている法案についてとことん議論し、社民党は反対のものは反対っていう立場で、成立させない、あるいは、修正を求めていくなど頑張っていきたいと考えています。で、今実は記者さんにいつ解散総選挙ですかとこう聞いたんですが、分かりませんが、会期末6月末に解散ということも大いにありえます。社民党はやっぱりこういうふうにはっきり物を言う社民党が国会に必要だという観点から、まさにで衆議院の憲法審査会で規制委員会を設置させてはならないというようなことも含めて物言っていくぞという社民党です。衆議院選挙で議席を増やして、みんなが安心して暮らせる社会を作れるように頑張っていきたいと思っています。以上です。どうでしょうか。はい、はい、共同通信の拓保です。衆議院選に関してなんですけど、はい、先日も鹿児島4区に新人候補を擁立を決めましたが、はい、衆議院選の戦略といいますか、改めてになりますけれども、獲得目標の議席であるとか、お願いはい、どうもありがとうございます。社民党は全てのブロックに候補者を立てると、それは比例単独の場合もありますが、東京、それから北信越など、あと北海道などは単独で立てておりますが、比例区は社民党と訴えて頑張っていきます。それで、社民党は党大会では、今衆議院は沖縄2区の新垣邦男さん一人なんですが、なんとか5議席ということを獲得を言っています。なんで5議席かっていうと、どこのブロックもなんとかそこで当選者が出るように頑張ってくれということです。そしてですね、5人獲得目標なんですが、どんなことがあっても最低3人は確保したいと思っています。その理由は、5人獲得って言いながら3人絶対っていうのはどっちやって言われそうですが、5人獲得でも3人はどんなことがあっても取りたいというのはですね、
NHK の日曜討論に出るのに5人以上あったら出れるというふうにも聞いていて、参議院は2人ですから、衆議院でどんなことがあっても3人以上だから、3人以上5人を獲得っていうのが一番正しいかもしれないですね。3人とにかく最低取れれば5人になって NHK 日曜討論にも出れますので、まあ社民っていうか本当は今も出してほしいんですが、まあ、とにかく社民党の本当に社民党が何を考えているかということを知っていただきたく、3名以上5人当選を目指すというふうに考えています。で、全てのブロックが重点なんですが、とりわけ九州ブロックはとても最重要、重要中の重要で、ここでこの間鹿児島3区ですよね、4区馬毛島の問題で、で鹿児島で決定を予定候補者が立候補しましたが、さらに擁立目指して、頑張ります。そしてあともう一つは首都圏なんですね。去年2022年の参議院選挙で、東京や南関東、北関東で実は比例票が伸びました。これは社民党の外に向かって広がったというふうに思っていて、この東京、南関東、北関東での、まあ、他のところもですが、候補者の当選を、予定候補者の当選を目指したいと考えています。3名以上5名まで、で今こんなに平和や生活が本当に危うい中で、頑固に平和、暮らしが一番の社民党が必要だと訴えて頑張っていきたいと考えています。はい、3区ですよね、3区ですよ、4区です、ごめんなさい、大変失礼しました。鹿児島4区です。山内さんですね、予定候補者のを決めました。で今後もまた南関東ブロックやいろんなところで、来週にでも発表したいと考えています。よろしくお願いします。 NHK の、はい、政治改革についてお伺いしたいんですが、はい、自民党と、まあ、公明党、まあ、今日番出すのかもしれないんですけど、与党案がこれ今になっても、まあ、あんまり見えてこないと、で会期末にすそうなんです。はい、まあ、こういうこの、まあ、張本人といわれる自民党のそういう姿勢についてはこうどのように感じになっているのか、はい、はい、今日が5月15日で、まだ、まあ、今の時点では出てないし、どうなのか、つまり6月末が会期末だとすると、政治改革、今国会何としてもやらなくちゃいけないっていう、まあ、とても低レベルで法案が成立することは社民党は望みませんが、自民党のやる気なしっていう感じじゃないですか。案もやる気がないけれど、中身もやる気がないけれど、日程的にもとにかく最低限これはこれはこれはやるんだ、そして今国会中はこれで他党を説得してやるんだっていうものすらないと。ですから中身とスケジュール的に自民党のやる気なしっていうのが明らかではないでしょうか。ですからこれはもともとなんでこの政治改革が議論になるかって言ったら自民党の裏金問題ですから、あまりになんか無責任だと思います。やる気ない自民党には退場してもらいましょう。はい、よろしいでしょうか。はい、共同通信のところです。はい、皇位継承に関してお伺いします。はい、17日に継承に関する与野党協議が議長の下で行われますけれども、はい、まあ、いろいろな案、例えば女性皇族が婚姻後も、はい、皇族に残るとか、女性宮家の創設だとか、はい、いろいろな案が出ていますけれども、はい、自民党としてはどういった考え方で協議を臨むつもりなのかについてお伺いいたしますか。そうですね、あ、ごめんなさいね、すいません、今ちょっとごそごそしてすいません。社民党もその時にペーパーを出そうと思っていて、まあ、今日12時まで締め切りということで、それで出そうというふうに考えています。それで、まあ、社民党は厳守化とか天皇制の政治利用とかそういうことはしてはならないというふうに考えています。そして女性宮家については、男性の宮家と女性の宮家と区別する必要がないと思っていて、結婚してもそれは皇族であり続けるという男女平等は本当に
貫くべきだというふうに考えております。それでただ財政上の負担とかそれぞれ税金がかかりますから、それの配慮は必要だと考えています。社民党はまず女性天皇を認めるべきだと考えています。これは女性差別撤廃条約も批准しており、女性は天皇になれないというのは違うというふうに考えています。で、女性宮家についても男性と同じようにすべきであると。それで養子縁組には大反対です。というのはこれは女性を天皇にしないとか女性を増やさないというために男性を養子縁組で連れてこようということで、そもそもそれで皇位継承者を増やすということは全くの邪道であるということです。それから皇室典範を改正して戦後養子縁組を廃止をしました。その理由はなんかやっぱり恣意的になることを防ぐことや、もう一つ経済的な理由もあったというふうに聞いております。で、養子縁組っていうのは旧宮家といってももう80年ほど前に廃止になった旧宮家から引っ張ってくるわけで、一体誰っていう感じもありますし、養子縁組っていうのは極めて恣意的に行われる可能性もある。だってその人なんですか、で一人なんですか、何人なんですかってなるし、ここが明らかに旧宮家の男性を引っ張ってくると、それは邪道であると。養子縁組を戦後皇室典範を改正して廃止した理由、つまり恣意的になるとか財政上の負担っていうことに全く反すると考えています。ですから、社民党はせめて男女平等にして問題をすべきであるというふうに考えておりまして、なぜあくまでも男系血統にこだわり、旧宮家80年以上前に廃止をした旧宮家から養子縁組で引っ張ってくるっていうのは何の説得力もないし、なぜ男性なんですか、なぜ養子縁組なんですか、なんでこの人なんですか、何人なんですか、それにお金を税金使うんですかということで全く説得力がないと考えています。そういうことなどを述べたいというふうに考えています。はい、ありがとうございます。でもどうですか、養子縁組ってっおかしいでしょ。だって誰でもいいんですか。じゃあどの三宅、どこ旧三宅の誰、いつ、いくつ、何歳で、なんで男性だけ養子縁組、そしてそれ増やせばですね、まさに財政負担になるわけですし、で一体それ皇室会議で決めることになると思いますが、誰がどういう基準で決めるんですか。何の説得力もないと考えます。よろしいでしょうか。はい、では終わります。ありがとうございます。